金とプラス第六百二十四回目をお届けいたします。こんにちは福田き子です。小島です。よろしくお願いします。お願いします。小島社長今日は続きです。はい。はい。お聞きください。はい。であとはまあこれは当時とよりは今ですけどやっぱりこのノウハウの本では思考力が養われないんですよ。絶対にで脳内の図書館あの図書脳内図書館でその 生生ききたたネットワーク生きた知識っていうんですかねあれってどんだけネットの記事を無数に読んでもネットワークにならないんですよ多分ツイッターの情報インスタの情報 YouTube の情報とかだけでは,、はい、はっていうのを思っていて、まあ、今はもう完全に思ってますけど当時もそれを思っていてなんか本を読むことまあ面白いというか,なんかこれ大事なんだろうなっていうのをすごい感じてたんです、うん、でこれは貴、まあ、子さんもなんとなく感じてると思うんですけど僕は 活字を過去にどれだけ読んでいろんなことを考えてきたかっていう活字量、まあ、量とか質も含めた量が基本的にその人の思考速度と比例すると思ってるんですよ。はい、はい、もうすごく納得するでテキパキ話せる人、はい、もしくは、まあ、YouTube とかでもそうですしボイシーでもそうですしその聞いてて疲れない人、はい、もう聞いてて疲れる人の方って1分でも疲れるじゃないですか。 でも30分でもまあ倍速かまあ普通の速さかは別として疲れないで聞いてられる人の差っていうのが単純な間の取り方とか呼吸法っていうことだけじゃその手前の話でなんかもうか活字量が多い少ないっていう。で なんていうか、もたもた話すというかね、どこ行っちゃうかわかんない人って、活字量が少なかったり、話が分かりにくかったり、説得力がない感じが。まあ、これはもう僕が勝手に、いろんな、のいろんなその、誰かの講演とかも、僕リアルでは行かないですけど、基本的にたくさん聞いてるんで、はい、今のその、本のオーディブルとか聞くのと同じように。で、なんかその、なんていうんですかね、思考とか会話におけるその、ちゃんとした言葉の含有率が、 あ活字読んでる人って高くて活字読んでない,人ってないんですよ空っぽって何て言ったらいいんですかねこれだから中身がないから聞いてられない話をうま、ん、いけど薄いってなん何て言ったらいいんですかね、うん、そういう人になっちゃうような気がするする,するんですよ、はい、でそれをなんかその当時もあの僕は思っていてただ僕の何が問題かというと話す人はいなかった そうそういいののを思いななががらも発表のする場がなかった、はい、今だったら本当にそのわかんないです YouTube なんか Facebook なんかありますけど12歳34年前ですそうなんですよ。でこういうことをちょっと考えていてあとその日記とかっていうのもあのまあ僕日記日記気づいたことをノートに書いたりとか日記を書いたりとかっていうのをすごいやってたので。 その抜き出すっていう方法が当時パソコンとか持ってないんで、はいはい、全部もう手書きですけどね。うんはい、なんでなんかそういうふうにっていうそのよく分からないこう,、まあ、こういう方に触発されてこの方だけじゃないんですけど皆方熊楠さんだけじゃないんですけどなんでなんかこういうことをでたくさんいろんな本を読むということがなんかですね僕は そのまあ今いろんなことを考える大元になっているんじゃないかなっていうふうに思ってるんです。で、あとこの勉強する意味というはいはいあのことで、あとはまあ当時もなんとなく思っていて、今はも確実にこれも言えるんですけど、うち僕息子が小学校3年生なんですね。で、はい、父ちゃんなんで僕父ちゃんって言われてるんですけど、ママと父ちゃんなんです。パパって言われてないんですよ。<laughs> はい。で。 あのなんで勉強するのっていうようなことを聞かれたときに、うん、あの例えばこれね YouTube とかで調べてみるとその絶対に書いてあるのが「勉強する意味」っていうのが将来のせん職業とかの選択肢の幅が広がる絶対そういう説明をしてるんですよ。はい、でもそれってじゃあその職業についちゃったらもういいのかってなっちゃうじゃないですか。はい、じゃあ一生勉強するっててことじゃなくてあくあまでも 手段っってことになっちゃいますよね、うん、だからなんかそれはみんなそういうこと言ってるわけですよ可能性が広がるっていう方の言い方をしてるんですけど、はい、なんか違うなと思っていて、うん、であのー、でいろいろ思ってまあ前から思ってたのが最近これやっと分かったんですけどどういう勉強する意味、まあ、ある意味この本を読むことをちょっと勉強ってまあ僕あんま勉強とは思ってないんですけど勉強っていうふうな言葉で表現するとしたら。 1一個としては自分の,その人生をその自分がいいようにデザインする方法をそのもう無数の先人たち世界中のから学ぶっていうことともう1個はですねこの死座を高めるっていうことだと思ってるんです。でこれねこれキコさんにちょっとうまくそのちょっと僕今からあのちょっとその。 人形劇みたいなのをやりますんで、はい、あの、ちょっと、これがね、伝わるかどうかがわからないんですけど、どういうことかというと、これ、二、はい、人の人がいます。はい、じゃあ身長170センチの人と165センチの人と180センチの人っていうのは、まあ、確かにその見え方は違いますけど、なんていうんですか、だからって、その、なんだろう、おう 全然、なんか、視野が違うわけじゃないじゃないですか。はい、で、本を読んでない人同士って視点が、うん、あのこ、同じなんですよ。はい。はい。で、本を読むということは、こういう、なんかね、なんかの台がどん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 積み上げられていくっていう、こういうイメージなんですよ。はい。勉強するって。うん、そうすると、これって、 本を読んでない人って視野が身長180センチの人だったら180センチなんですけど、本を読んで読み続ける人ってこれが1メートル、2メートル、3メートルの、まあ、台の上に乗ってる。で、それがだん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 高くなっていって、例えば、あの、海水浴場に行って、まあ、今コロナなんであれですけど、まあ、夏って湘南、 の,江の島とかかってごちゃごちちゃゃゃじゃないですか、はい、あの中にいる誰か分かんないですけどライフセーバーの人って5メートルか1 0ル上から見てるじゃないですかです、ね、全部見渡せるじゃないですか、はい、1 0ルでも,もう全く違う景色になってますよねで,でこれがドローンで上まで行ったらもっともっと,もっと違う景色じゃないですか、はい、で勉強するっていうのはこの高さを上げるっていうことだと当時も思ってたんですけど、はい、今も確実に思ってるんですよ、はい、で,でこの高さって何の違いになるかっていうと、うん 未来を、未来と後ろを向くと過去。で、今現在は、あの、まあ今現在、の未来と現在と過去っていうこの3つの軸の、その、例えば、身長180センチの人にとって、180センチの同じ壁だとします。そうすると、人生終わってるわ、もう、あの、詰んだわと思ってるんですけど、はい、高い ある人にとっては、ここをちょっと乗り越えたら、この後パラダイスなのが見えてるんですよ。はい、あの、勉強した資者が高い人は。うん、で、逆を向いたときも、どうせ俺ダメだったしっていうふうに、後ろもあの低いから同じ高さなんで、うんな、どっちも何も見えてないんですよ。普通の人にとっては。でもこれがちょっと高くなるだけで、未来もすごい実は、うん 広がってるし過去もいろんな人たちがいろんなことをやったらヒントが実は山ほどあって実は答えがもうすでにほぼほぼあらゆることで出ていてすべ、はい、てにおいて。と、はいはい、いうことが見えるというか、うん、でそれがだん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 勉強すればするほどこれがなんか高くなっていくからより見渡せるっていうイメージなんです。さらににに個個ののこここととと対対ししててれ言葉で伝伝わわりまますすかね伝わると思い いろいろ知ると一方向に後ろも過去も見えるようになるんですよ。これがいろんな分野をやるといろんなだんだんだんだこの幅が広くなってくるらさらに。一、はい、個だけより遠くを見える。例えばその、うん、もう圧倒的な専門家っていうのは普通の人が1 0 0ル先しか見えないのが1キロとか1 0 0キロ先までそこだけ見える人それがあるの極めた専門家で、うん、あの僕はそれよりはあの。 そこそこの高さまでドローンみたいな感じで上がっていって、いろんな分野を学ぶことで、この、なんとなく広く見える。はい、はい。で、後ろもなんとなく過去をやってた人たちのことが広く見えて学べるっていう、そういうふうに、あの、それがもうこの勉強することの意味だと思っていて、ただこれが、あの、こっからが言いたいことなんですけど、何が問題かというと、これですね、積み上げ方によって劇的に変わると思っているんです。うん、どういうことかというと、安直な本、はい、中身が薄い、 まあ日本に最近まあ積んである本のまあ多分8割ぐらいのまああんまり中身がないような本をいくら読んでも積むんですけどそれがちっちゃい積み木みたいなのを積んでるんで途中ででぐらぐらすするんですよそれが思考のブレだと思っていてもしくはネットのそのネットに書いてあることだけをただただ暇な時にそのネットサーフィンで見てるだけの人の 知識の積み上げだと、どこかで、まあ、もう、その、揺れて、これが湿気が揺れてる。で、完全に諦めるのが、もう、ガチャガチャガチャンって崩れて、はい、元に戻っちゃう。で、本とかを読んでる方たちの積み上げ方が、土台がでかいんですよ。これが、ものすごいでかい。しかも古典になれば,なばこの土台がすごい積み、ちっちゃい面積の積み木じゃなくて、これでかい。はい、これが、でかいのが、どんどんどん積み重なってるから、 高くなるのに壊れないし、うん、その、それぞれが接着剤のようにくっつくというか、で、いつの間にか積んであったのが中でもう一個のビルみたいになってるって、はいもう、あの、積んであるのも見えなくなる。で、それがネットワークで繋がってるってことだと僕は勝手に思ってるんです。はい、なので、本を読まなきゃいけないっていうふうに思ってる。この高さの違い、これが、身長180センチの人と、まあ、2、3メートルとかもしくは、 じゃあその海水浴場でライフセーバーがまあ5メートル上から見てるあれだけでも差が違うじゃないですか。はい、でも今の時代100メートルととか差がついてると思うんですよだからドローンで上から見てる人と真下で目の前全部壁でもちょっと先に実は水が飲める池があるっていうのを気づいてない大多数の人っていう状態に YouTube だったりとか Netflix だったりとかの安直に見れるものが。 にすぐににアクセスできるがために、はい、この高さにものすごい違いが出てるような気がしていて僕はなんかそれがその勉強する意味だっていうのは当時も何か思っていてもうそれしかやることなかったんで友達とも遊んでなかったんでなんで,で今も完全にそれをそう思っていてその何て言うんですかねその気合というよりもそのよくダーウィンがなんかその強いものじゃなくて進化に対応できる、まあ、ものというか動物が生き残るというじゃないですか。 なんでこのでどんな変化にも対応できるその精神力というかそういうのってこの本をたくさん読むことでそ,のそういう特に昔の本ですよね読むとその先人たちの知恵というかそれを自分のものにしてそれをもとに行動して p d c を回してで気づいたことをメモしてさらに足りないところはそういう本を読んでっていうのでこの高さをガチガチのものをひたすら積み上げていくことでもう 無限に高くしていくっていう、それが多分石原さんが言ってたの認証をなんかその業界を表した5認証ぐらいで最終的になんか七認証とか8認証ってもうほぼ神の領域ですよね。はい、そのことを多分言ってんじゃないのかなっていう感じがするんですよ。ただそれが同じ高めるのでも本人がどういう風うにな方法で高さを積んでいくかによってはすぐ崩れるし。 すぐぶれる人って多いじゃないですか。そう,、ね、そ,うそれは積み方がなんかそもそも積んでないんですよね。砂みたいなのの上になんか乗せてるだけなのですよ多分 <laughs> はい、はい。なんかその差がなんかどん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 その広がってるような気が僕するんで、でなんかそういう風な本割とその渋めのというか、でこれもねもう一個ラッキーだったのが、まあ皆方熊熊と一緒でうちはそこまで貧乏じゃなかったですけど、そんなに何でも 本も含めて OK っていう家でもなかったので、はい、図図書書室と図書館にある本だだっっっ、はい、ったたたんんでですすよよていうのが良か特に図書館っていうのはちょっと遠かったでやっぱ学校図書室なんですよ。ええってなると例えば「岩波新書」とか「ブルーバックス」とかそのちょっと科学っぽい本とか<ー>そういう本はもう死ぬほどあったんですよ。ん<ー>でしかも誰もそんな本読まないんで、はい、ほぼ借りられてることがないんですよ。<laughs> 読まないんでなんでいつもきれいほとんどきれいですし、うん、っていうなんかそのそれしかなかったっていうのがまあ結果的にそうなったような気がするんですそういう本を読んでみてあ確かにそうだなというようなそのなんか積み重ねというかでその積み重ねがあって12歳ぐらいの積み重ねで、まあ、24歳ぐらいの時5歳ぐらいうんですかねその まあ何かのあれでその雑誌の通販広告を作って売るっていう会社に入ったときに初日からその文広告の文章もかけてっていうのにまあなんとなくつながっていくのかな、うん、はい経営のヒントプラス第六百二十四回目お届けいたしました今日も最後まで聞いてくださってありがとうございますありがとうございます。